ボンジョルナトゥッティイタリアガイドミメです。本日はベネチアで無料そして小銭でできる3つのベストスポットというのをお送りしたいと思います。世界遺産の水の都、憧れの一度は行ってみたいこのベネチア、実は、でもベネチアってすごい高いって聞いたんですけどと言われますが、もちろん高いんです。ところが無料とあと小銭でできるベスト3というのを私イタリア在住25年のイタリアガイドミメがこっそりお教えしたいと思います。なんとこのベネチアでゴンドラとかね、やっぱり1万円超えだし、カーニバルの時は公共トイレ3ユーロ以上するという恐ろしい、めちゃくちゃ物価の高いこのベネチアでなるべく節約したいというあなたのためにこっそり教えちゃいます。本日の目次ですけれども、早速ですけども、そのベスト3をご案内した後、なんとこのベネチア最後には注意するべき3つのポイントというのもお教えしたいと思います。ですからこの動画最後までご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画ではこのようなイタリアの便利な情報、生情報、週1回のイタリアからのライブ配信もお送りしております。まだチャンネル登録されていないという皆様、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。またこのイタリアプライベートガイドサービス、そしてイタリア語オンラインレッスンなども運営しておりますので、気になる方は概要欄をぜひご覧くださいね。そして将来のイタリア旅行 200% 満喫できる無料資料というのも配布しております。そちらも概要欄からチェックしてみてくださいませ。それではいよいよ知りたい、気になるベネチア無料かちょっとした小銭で便利に観光できる場所へとご案内しましょう。アンディアもゴンドラをたった2ユーロで乗れる場所があるということで、こちらトラゲットサンタソフィアからたった1分間のゴンドラの旅を今から楽しんでいきましょう。ベネチアでむちゃくちゃ安くゴンドラに乗る方法がこれ、トラゲットゴンドラといいまして、海岸からこっちに渡してくれるゴンドラなんです。なんと皆さん、たった2ユーロで乗ることができます。ただし1分ぐらいの乗車になります。基本的にこのように地元の方が向こうの対岸から来るのに利用しています。それでは乗ってみましょう。ボンジョルノ、シアモトレパギアモフェスト、1人2ユーロを払って乗ります。そして向こう岸の揺れてる、そしてここに座りましょう。はい、危ないよ、座って揺れてるよ。たった1分間のゴンドラ、たったの2ユーロで乗れるトラゲットサービスです。この私の上のおじさんが向こうの海岸まで連れて行ってくれます。たった2ユーロでこのグランカナーレをゴンドラで楽しむことのできる、さてこのおじさんが一生懸命ゴンドラをこいでいてくれます。さて向こう岸からあっという間にこちらネルカートの方まで到着しました。相乗りなので結構人が乗っています。でも少しでもこのゴンドラ気分が楽しめます。次の対岸でもまた違う人が待っています。ここで降ります。あっという間のゴンドラ体験でした。なんとリアルト橋の目の前にあるボンダコデイテデスキというビューティープリがあるんです。なんとここの屋上テラスに無料で入ることができます。それでは行ってみましょう。ここが入り口になります。とっても素敵なビューティーフリーでお買い物もできますし、まずは屋上テラスに行ってみましょう。素敵なところを登ります。
このデューティーフリー、大変美しい本田コテです。この中です。まずはこのデパートでショッピングする前に屋上にエレベーターで行きましょう。じゃあまずはここのエレベーターに乗りたいと思います。ちなみにこのテラスに行くには皆さん事前予約が必要です。さてエレベーターに上ります。さてここからこの階段を上りますと、皆さんケベラご覧ください。皆さん無料でこのテラスを見ることができるんです。今はオンラインで予約して無料でエレベーターでここまで登ることができるのでおすすめです。15分に1回ずつ登れるということで、すごい素敵です。サンマルコの方も見えます。見てください、この素晴らしいサンマルコの鐘楼とサンマルコ寺院も見えたり、ベネチアのこっち側カナールグランデも見えるんです。もうこんなところ無料で来れるなんて信じられない。ぜひ来てくださいね。ここからはグランカナル、そして真下にリアルト橋、まあ、赤屋根のパノラマが見れて、もう夕方の時間は特に最高です。15分しか入れません。交代制になっておりますが、たくさんの人が来てますね。グランカナールから向こう側がサンマルコの鐘楼、そしてサンマルコ寺院の上も見れます。なんと屋根の工事をしている2つも見えたりしますね。このデューティーフリーの中はなんとベネチア、すっごい公共トイレが高いんですが、無料のトイレがあります。エレベーターのところに男性用、女性用、そして新商社のためのトイレがあるんです。さて女性のトイレがこちらで、意外と綺麗です。無料のトイレなのにちゃんとしてます。紙もあります。そして手が洗うところもあるし、乾かすところもあるし、ぜひ利用してください。ベネチアで無料でできること、実はこのサンタルチア駅のすぐ隣にあるこの教会、サンタマリア・ディ・ナザレ、なんと7時から12時まで、3時から17時まで無料で入ることができます。ノーチケットと書いてあって、エンリコ・メイリングの素晴らしい彫刻が見れるんです。それでは入ってみましょう。お静かに。ここはフラッシュなしだったら撮影も可能です。なんと外のうるさい喧騒とは違って、本当に素晴らしい静寂な教会なんです。上のフレスコ画から、そしてこの左右にある素晴らしいエンリコ・メイリングの彫刻が無料で見学できます。聖テレーザのほとんどの教会は無料で入れることが多かったんですが、観光地となると最近ベネチアのサンマルコ寺院もほとんどの教会が有料になってきました。ですから駅に近いベネチア
れるというのは本当にありがたいですよね。これが有名な聖テレーザの光悦です。ローマに有名なベルニーニの作品がありますが、こちらも素晴らしいです。ちなみにこの上のフレスコ画はピエポロの作品です。かなりボロボロになってはおりますが、いかがでしたでしょうか。このベネチアを無料もしくは小銭で観光できるポイントベスト3をご案内いたしました。すごい高くてちょっとベネチア怖いなと思っている皆様、ぜひこの場所はチェックしておいてくださいね。特にあちらの屋上テラスのところは絶対予約が必要です。特に週末なんかも予約でいっぱいで、当日では絶対予約ができませんので、来る日はですね、もう元々予約にもお金がかかりませんので、予約していけなかったらしょうがないという感じで、予約することをおすすめいたします。最後にベネチアに来る際の3つの注意事項というのをお話ししたいと思います。注意事項1、ベネチアに来るときスーツケース、重いのを持ってベネチア本島に泊まる方はなるべく駅の近くに泊まるか、もしくはサンマルコの近くですとかに泊まる方はタクシーを利用するようにいたしましょう。なぜかというと、ご覧の通りタクシーは水上タクシーしかありません。初乗りは80ユーロです。1万2000円ぐらいしますね。ですのでなるべく節約されたいという皆様は、でもベネチアに泊まりたいという方は、もう駅の近く 2,3 分で到着できるところをおすすめします。なぜかというと、ベネチアは石畳で階段があって橋があってなので、重いスーツケースを持ってですね移動している方見るんです。特に日本人の方スーツケースでっかいですよね。なのでそういう方はなるべくもタクシーを皆さんで頑張って使うか、もしくはホテルに送迎サービスというのがついているところもあります。そういうのを利用できない、節約したいという方はなるべくこの駅の周りを使うことをおすすめいたします。注意事項2、バポレットを使えばサンマルコとかまで余裕で行けると思っている方、見てください、バポレットいつも満員です。私も先ほどここサンマルコからホテルに来るまで3便待ちました。なぜかというと夕方とか朝一とかですね、すごい混んでいて、ベネチアカードという優先カードを持っている方が優先で入ってしまうので、普通のカードを持っている方はずっと乗れないんです。そうすると電車の時間に間に合わなかったり、あの約束の時間に間に合わなかったりしますので、意外とバポレット使えない、まあ、あの空いてる時間をね狙えばいいんですけれども、意外とですねこの水上バスは待ち時間が多いので、意外と歩いちゃった方が早いということもありますので、時と場合によってバポレットは使うようにいたしましょう。注意事項3、イタリアどこの街もそうなんですが、ベネチアは歩きます、登りますということで、ハイヒールやバレリーナなどの歩きにくい靴で来るのはやめましょう。私もいつもスニーカーか歩きやすい靴で来ることにしています。もうねバポレットが来なかったりして歩かなきゃということになるとですね、やはり痛い靴ね、可愛らしい靴履いていると、もうイタリアでは次の日歩けなくなってしまう、靴ずれしてという方もよくいらっしゃるんです。ですからベネチアは特に歩きやすい靴で来ることをお勧めいたします。経験したことのある方、アクアアルタという現象があります。満潮の時にお水がいっぱいになって、もうですね長靴でも水が入ってくるという場合があります。そういった時に備えてですね、もう濡れてもいい靴、そういったものを持ってくるようにいたしましょう。それでは本日も私のこの動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。アリベデルチ、アラプロシマ、チャオチャオ。